よいしょ。どうも、のりこぞうです。今日はドアの DIY、 このドアをペンキでグレーに塗っていこうと思います。まずは使う材料、ローラーセットと刷毛、ライトグレーのペンキ、ペンキが乗りにくい下地にペンキが塗れるようになる密着ロン、スプレー、養生に配線カバー。今回この100均の配線カバーをドアのモール代わりにこんな感じに四角く貼ってモール風にねしてみたいなと思います。まずはドア周り養生。養生完了。まずはこれで密着ロン。塗ってきます。一度塗り終了。かわいいかな。なんかあんまりだなこれ。配線カバーも密着ロン。これ普通だったら弾いちゃうペンキをね密着させてくれる。よし、ペンキ2回目塗ってきます。あとはちょっと銭湯でリフレッシュしてきてから仕上げ。味噌カツ定食美味しい。ちょっとねペンキがツヤありでいまいちイメージと違うんでツヤ消しのスプレーを上から塗ろうか今ちょっと迷ってます。一回仕上げて様子見てみます。いいお湯でした。ちょっと帰って確認して考えます。ララララララン。わ、すごい綺麗になった。これは結構このままでいいかも。おはようございます。昨日結局やらずに寝ちゃった。配線ケーブルをドアに貼っていきたいと思います。こいつらですね。よし、配線モール貼ります。裏が両面テープになってるんでもうそのままね。よし、かっこよくないな。うん、でもまあそれっぽいか。まあとりあえずこれで一回いきたいと思いますんで剥がしてみます。養生。いいんじゃない結構。あ、なかなかいいぞ。最初おかしいかと思ったけどなかなかいい感じかも。このままでいいね。もう気持ち薄い方が良かったけど、これすっごいしっかり見ると配線カバーかなっていうのが分かるけど、パッと見はね全然いい。ドアの分とかも結構綺麗に塗れたし、なかなかいいんじゃないでしょうか。塗り終わりの時より満足、結構いい。はい、ということで今回はドアの DIY ペンキ塗りをしてみました。
もう本当にね、塗った当初は工場の非常ドアみたいなね雰囲気で、これやばいなと思ったんですけど、その後配線カバーモール貼って養生取ってみたらね、意外と馴染んでて結構いい雰囲気になったなと思います。やっぱすごいですね、あののっぺりとしたドアがね、あのモール配線カバーなんですけど、本当はモールをねこう四角く貼るだけで雰囲気が全然変わるね。面白いですね、本当にちょっとしたことで。あとよく言えば色がね、本当はもうちょっと薄めのグレーが良かったっていうのと、艶消しが良かったっていうことがね、ちょっと残念ですけど、まあ結構いい感じになったかなと。結構簡単にペンキ塗るだけでドアの雰囲気がねガラッと変わって面白いなと思いました。あと、あこれ忘れてた、これは次やらなきゃダメだね。しまったな、一緒に塗ろうと思ってたのにすっかり忘れてた。次は多分このクローゼットの色塗りになるかな。ということで今回はドアの DIY ペンキ塗りをしてみました。ドアの色が変わるだけで雰囲気がねガラッと変わって面白いなと思いました。思った以上にね簡単にできるんで、ぜひねやってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。